めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということでね、下関国際が、はい、もうね、また余韻を当てちゃいました。ノストラメッセスこと、めっちゃんでのメッセと申します。はい、ということでね、今日もやっていきたいんですけど、まあこれ下関国際が勝ったと。ほんでまあ、ね、決勝のまあ、その勝敗予想を明日するんですけど、まあ、仙台育英も勝ったと。まずこれで、まず一つ言いたいのは、ゆとり野球、終わりの終了のお知らせということで、ね、まず自分から存じ上げたいのは、未来の高校球児の皆さん、お疲れ様でした。はい、苦しんでくださいということでね、今日もやっていくんですけど、まあね、下関国際のまあまあ近江とね、まあとりあえずほんま近江もほんまによく頑張りましたね。だから今日分かったことは、近江が負けたじゃないですか。ほんでなんで負けたかって、やっぱりこう一番はやっぱりね、こう山田くん頼りすぎたと。もうほんまに重野五郎よりか、もうちょっと重野五郎でしたよね。ちょっと意味わかんないかね。ほんまにアニメよりちょっとアニメすぎたんですよ、山田くんは。ほんでやっぱりこうね、監督もこう変えるに変えれないみたいなんで、こうズルズルいってしまって、やっぱこう負けてしまったと。でやっぱね、まあエースで4番でキャプテンでね、まあやっぱそれだけもう重圧の中ね、もうあんだけもうすごい試合をいっぱいね、して満塁ホームランとかね、長崎海星も自分のお気に入りですけど倒されたり、もうほんまにだから、山田くんは、まあ、今大会すごかったなってマジで思います。でもやっぱり、これでやっぱね、全国の、野球部っていうか全国の高校球児やっぱ、とかまあ高校の監督とか気づいたと思うんですけど、やっぱり一枚じゃね、やっぱこう勝てないというか、やっぱ一人のピッチャーじゃやっぱりこう勝てないっていうのが今日、もうまたね、証明されたんかなと。やっぱりこう、夏はやっぱ投手力、やっぱこう、ピッチャー陣で、やっぱり、ロースコア、でやっぱこういろんなピッチャーがおるチームがやっぱり強いで、やっぱこう仙台育英なんかほんま典型的ですよね。だからやっぱりこうね、聖光学院との、だから今日のね2試合ともやっぱ明らかに分かったのは、投手力、ピッチャーがおるかおらんかの差やと思います。だからもう打力に関してはもうほんまにね、全然変わりなかったと思うんで、やっぱりそのピッチャーが大事だから、最低でも2枚はいるなっていうのが今日分かったことです。ほんでね、やっぱりなんすかね、やっぱ下関国際やっぱすごいですよね。やっぱね、これね、何がすごいって言いたいのかって、やっぱりね、こう大阪とか、まあ自分もまあ関西出身なんですけど、まあ大阪出身でね、まあまあこれよく言われる話なんですけど、これね、中学校の時点で一番まあ近畿圏内野球うまいやつってまあ桐蔭行くんですよね。大阪桐蔭、履正社に行くんですよ。ほんでその2番目、まあ、準優勝ぐらいにうまいやつが、それこそほんまに近江とかね。まあ、近江もでも最近やったら強いかな。最近やったら、でもまあほんまそれが近江とか、まあ、それこそ、なんか、智弁とか、その天理とか、そのぐらいに行くんですよ。ほんで、3番目に、てかまあ、そのですね、順位で言ったらその3番目ぐらいに、うまいやつらが、その地方の、強豪校に行くんですよ。だからこの近畿の中でもやっぱりこうね、桐蔭とかからは全体声かけられてなかったやつらが、桐蔭と近江、まあ近江もねほんまに、2番目に、だからそのもともと強くうまいとか、その注目されてなかったやつらがそのうまいやつらを倒してきてるんですよ。だからここが一番なのよ、ポイントでね。その関西圏じゃない、山口県出身がおらんとかじゃないんですよ。もうそんな次元じゃなくて、まあいわばほんまスイミーと一緒ですよね。もうほんまに名前のあんまり売れてないやつらがもうでっかいね魚に買ったと。もうほんまにスイミー作戦です。さあ、まあね、ちょっとよくわかんないですけど、ね、それがやっぱね、ほんまに下関国際のすごいところだと思います。だからやっぱこう中井くんとか、左のエースの子とかも全然知らなかったじゃないですか、皆さん。でやっぱりそこでやっぱその元々大阪桐蔭の選手がやったら、もう全員が名前言えるぐらい有名な選手、まあ多分中学校時点でも有名な選手じゃない、下関国際がここまで上がってきてるっていうのがまずすごいです。ほんまおめでとうございます。でね、やっぱりね、そのいろんな噂で、年末休みなしとか、やっぱかき氷禁止とか炭酸禁止とかね、やっぱいろんな練習が厳しいとか、やっぱこうね、いろんな話を聞くんで、やっぱりね、そんだけやっぱ練習をしてるからやっぱ強いんやなって、もうほんまにもう改めて思いますよね。ほんででもね、この下関国際を応援というかね、なんか結構昭和野球頑張ってくれって言ってるのが、まさかのこう悲しいことに僕とヘズマリュウさんだけっていうね。ヘズマリュウさんは山口出身でものすごい推してると。
だからもう、今度僕とコラボしてください。っていうのは置いといて、ね、やっぱり、はい、もう、この、決勝はものすごい楽しみですよね。だからでも、ほんまに、やっぱり結局な話、やっぱそのね、この前の、何でした、下関国際、が優勝してしまったら、こう、時代が、その野球部の時代が、こう、変わってしまうと、もう未来の高校球児終わりますっていうね、それは練習きついから、その精神論が流行るみたいな感じを言ってね、いろんなね、こうコメントをいただいて、こう、見とったんですけど、でもね、やっぱりね、これはまたそういう時代がね、もう絶対に行きますよね。で、やっぱりこう、なんていうんですかね、ちょっとこう、ゆとりの、野球チームが、やっぱだんだんこう、崩れていくのかなっていうのも、ほんまに、予言できますよね、ほんまに。だってやっぱり、東洋大姫路に、履正社の岡田監督が行ったじゃないですか。ほんならやっぱり履正社ってまた指導者変わりますし、ほんなら東洋大姫路は楽になるかって言われたら、東洋大姫路ではほんまに、もう歴代代々もうめちゃくちゃ厳しいチームなんで、だからその楽な強豪校っていうのが、もうだんだん消えてくるなっていうのが、もうすごいこう、ほんまに、だんだん浮かんできますよね。はい。もうね、でもやっぱりこう、そんなんじゃなくて、やっぱりこのね、どこや、下関国際のほんまにすごいところは、やっぱり、その、選手が、もうほんまに関西でもそんな有名じゃないやつらがもうここまで上がってきてるっていうのでものすごい魅力を感じます。はい、ということでね、決勝の試合予想は明日するんで、もうね、何回も喋りそうになってるんですけど、ここで終わっときます。はい、ということで、ね、今日もやってきました、下関国際、仙台育英の決勝、明後日ものすごい楽しみにしております。両校頑張ってください。それじゃあお疲れ。